そうか、フォーエーマッチってそんなに見れないのか、まずね。この時私は控え室ですね。はい。お、ここでつくしが尾崎さんに媚びを売り始めた。おお、掘り出した。すごい喧嘩腰です。うわー、大人げない。尾崎さんも大人げないですよ。頭を掴んで睨み合ってますけど、あー、ジェリーさんが止めてくれましたね。つくしの作戦はもう最初から潰れましたね。お、声援が足りないと。あ、この映像のマイクの近くの人たちはみんなつくしだったのかな、偶然的に。あ、後半には尾崎さん出てますね。お客さんに悪態をつきながらスタートしていきます。わー、尾崎さんが一人でやられてしまっている。ここは3人で年長者を潰そうというのか。わー、全員に張り手をかましていく。あ、なんですかね、ジェリーさん、尾崎さんにババアとか言ったんですかね。お前には言われたくないって言ってましたね。さあ、ここで渋谷さんとつくしが2人で協力し合いますが、これを透かして、で、やっぱりジェリーさんの方に行くのか。渋谷さんを撃った。おお、クラシックギャルズでウェーブでいつも組んでたはずなのに。おお、持ってるようから押さえて。ジェリーさんは本当コウモリですね。ここで大崎さんが2人とも蹴散らす。つくしが出てきたけどそれも止める。大崎さん強いな、独断状です。さあ、ここで西尾さんが入ってきてチェーンを手渡す。あ、レアリーのことを止められてしまっている。あ、容赦ない。この子高校生ですよ、大崎さん。あ、クソガキって。それは子供ですから。あ、容赦ないですね。もう孫と、娘じゃなくて孫くらいの年齢差があると。うおー、孫でもおかしくない年の子にこのチェーンを首に巻いて。あー、苦しそうだ。やっとここでレフリーがカウントを入れる。容赦がないです、尾崎さん。おー、ここでつくしが、おー、これまた見えたが、テイクキック、おー、連発する。若さあふれる。あ、ここでロープに張り付いて、もう見せるのか。あ、また行って、クソババアとかそういうこと言うと後で倍返しされるぞ、つくし。さあ、こっちもだと、お客さんを連れていく。行くぞーと。ああ、そこへ西尾さんがやらせない。お客さん大ブーイングです。ああ、で、逆が逆でチェリーさんが足を入れて外に出した。お下がりください、お下がりください。もう場外でやり合う。
しかし西尾さんが助けに行って、結局チェリーさんやられてますね。お客さんがこんだけいると、お、ここはあ、渋谷さんが場外戦でつくしとやり合ってますね。おー、すごいすごい激しい。外でこんなにお客さんいっぱいいるのに逃げるところもなさそうですよね、これね。お下がりください、お下がりください。あー、チェリーさんが連れ回される。もうカウンターにぶつけられて無知でもし巻かれております。場外カウントが始まる。お、この側に鉄柱にぶつけようとしたところ、チェリーさんがやり返しましたね。お、渋谷さんも少しは外で攻撃している。二人して中に入れた。お、これはクラッシュギャルズじゃないか、クラシックギャルズじゃないか、クラシックギャルズで連携が見れるのか。お、二人で攻撃。お、決まった。あ、これでギブアップになるのか。これはチャンスですね。お、二人でハサミの、あ、ラリアットがすかされてしまった。お、そのままホール、それぞれホール。お、カウント2。お、なぜかテリーさん渋谷に切れてます。まとめた。すごい、それぞれコーナーにぶつけて。お、これを、あ、うまく連携して止めた。さあ、これで打って、おお、握手を尾崎さんから求めたけども、つくしは言うこと聞かない。あれ、何に入るとなんだ。足をの字固めですけども、お、ここチェリーさんが首をの字固め。お、二人でぐいぐい絞っていく。この場合、これでギブアップしたらどっちのホールになるんですかね。チェリーさんが外に出される。おお、腕十字。おお、また二人でやられてるけども、どっち？どっち？ってなりますよね、これね。さっきから大崎さんがやること誰かしらに便乗されてますね。おお、ここで首をのじ。もうチェリーさんまで首をのじ連なっていく。これは最後に残ったしぐるみさんがどう出るのか。おお、まとめてひっくり返す。あ、ここで西尾さんがカット。ひどい、道でひどいです。危ない、合格するとこだった。激しいな、ムチ。チェリーさんがキャーキャー言ってる。お、そのままのアダレ式のブレマスター。さて、飛び込んできたつくしを捕まえて、お、叩き落とす。渋谷さんがカット。これは尾崎さんが有利か。お、でも尾崎さんを外に出した。お、
ここで渋谷さんがチェリーさんの攻めにかかる。おそばのタイムマシーンにもう行かせない、行けない、春よ来い、これががっつり決まらない。おー惜しかったですね。お熟女でドンを決めて、すごいです、熟女でドンで、おまとめて丸め込んだ、大崎さんがカット。もう殴りに行く、今尾崎さん熟女でドーンって言いましたね、やり返しましたね。おさあ今度こそタイムマシンいけない、おそこにつくしが突っ込んでる、おいいボール連発していく、おー丸め込んだ、おーキックアウト、肩乗せた、おーい惜しい。さあここでつくしがミサイルキックいけるのか、いった、おー大崎さんが丸め込んだ、おー渋谷さんが決まった。これはつくしがミサイルキック、そうですね、つくしがミサイルキックいったところをうまく渋谷さんを丸め込んで尾崎さんの勝利と、ごっちゃんでしたね、イエイエイってなってますね、2人して喜んでます。団体代表者対抗フォーウェイマッチは尾崎さんの勝利で収まりました。渋谷さんがなんか納得いってないっていう感じでしたね。そうですね、大人げないですね、いろいろなんかこう 4A とかってその人のなんかこうね性格とかすごく出ますね、こう頭がいいと取るか性格が悪いと取るか、まあ皆様次第ですけどもね。